スネクマは、フランスの民間及び、軍用航空機や艦船、ロケット用、発電用のエンジンを生産する会社である。スネクマの正式名称はフランス語で、ソシエテ・ナス・ヤナル・ディ・エチュード・イ・デ・コンストラクション・デ・モーター・ディ・アビエーションで、ある。直訳すると、航空機用発動機研究製造国営会社となる。2005年、スネクマは、セイジェムを参加に収めた。今日では、 スネクマはサフラングループの子会社であり、グループは再構成され、以前よりも拡大している。スネクマは1945年、ノーム・エローヌの国有化によって、フランスで最も大きな航空機産業の一つとなった。1958年、垂直離着陸実験機 C450 コレオプテールを開発。1961年、スネクマは、 ブリストルシドレーと超音速旅客機コンコルド向けのオリンパスエンジンの共同開発に合意した。1968年、スネクマはイスパノスイザとイーズサコタとブガッティの経営権を取得。ブガッティの自動車用下級機がスネクマにとって価値のあるものに見えた。航空機エンジンの整備関係はソッチャタスネクマに一任した。1970年、スネクマは メシアの航空機用降着装置事業を参加に収めることに合意した。次の年、メシア・イスパノはスネクマに経営権を握られた。1973年、スネクマはイスパノスイザーの経営を完全に手中にした。1974年、ゼネラルエレクトリック社と合弁で CFM インターナショナルを設立、長期間にわたって協力は今日まで続く。 1977年、硬着装置の事業は、メシア・イスパノブ・ガッティの設立によって、さらに強化された。1997年、ソシエテ・ユーロピーネでプロパルジオンが一部門となった。2001年、チュルボメカを参加に収めた。民間機向けの主要なエンジンである、CFM56 は、スネクマとゼネラルエレクトリック社の共同事業として25年間にわたって展開されている。 世界中で4900機の航空機に搭載されている。今日では CFM56 を搭載した航空機は世界のどこかで4秒ごとに離陸している。バルカン2エンジン。ありがとうございます。